はいどうも、YTKでございます。今冒頭でね、見ていただいたのは本当に今から数時間前のお話でございまして、前方から車が来ましてね、でここ一方通行なんですけども、まあ、自転車は通行側のとこだったので、まあ、僕は左側通行を守って行ってたんですけども、前から車が来てて避けたいなと思って、ね、左側にねスペースあるんで、まあ、そこ行こうかなと、まあ、見ての通りね鉄板引いてるのが分かると思うんですけども、だいたい段差がね何ミリやろう、まあ、10ミリあるかないかぐらい結構はっきりした段差があったんですよね。で僕普段だったら前輪浮かしてスッと行くんですけども、今日ね雨降ってたんですわ。で帰りも結構本降りにあって、もうカッパ来てね走ってたんですけども、まあ、雨が降ってて、でしかも下鉄板なんですよ。で段差でこうよっこらしょっと乗った時にステンって行ったらなんかちょっと怖いなと思って、まあ、鋭角に入ると絶対こけるんでね、でこう鈍角といいますか、こう段差に対して直角に入ろうかなと思ったら何をミスったんかね、こう平行に行ってまあよくある普通のこけ方をしてしまいました。もう明らかに僕の操作ミスですね。もう普通に、僕の運転技術がなくて、普通にこけたというようなことでございます。で、まあ、幸いね、本当信号変わってすぐ でかつ車と交差するので、まあ、徐行してたんでね、まあ、幸いスピードは全然出てませんでした。さらにこけた先がね駐車場やったんですよ。でしかも砂利の駐車場だったので、コンクリートに比べたら全然マシな、でかつ砂利だったんでこうザザザッと滑ったので、まあ、ある程度力は逃げたと思うんで、まあ、そんなに大きな怪我にはなりませんでした。骨折とかねそこまではいかなかったです。でこれからなんですけども、ちょっとねまあこう左からこけたので左腕が結構怪我してます。ちょっとじっくり見せましょうか。傷口が苦手だという方、この時間まで飛んでもらって、この時間まで、はい、飛んでもらって、そんなねパックリ割れてるとかそんなん全然ないんで、まあ、ある程度話してみせますけども、まあ、一番よく目立つ傷がここでございます。で左から行ったので、まあ、一番この出っ張ってるところが行っちゃいましたね。でそのまま手をついたので、まあ、この辺内出血しちゃってますね。であと肩とかもね行ってると思うんですけども、まあ大きな目で見て分かる怪我はこれだけでした。ただねここの筋なんですかね、こう伸ばしたらすごい痛いんですよ。なんか張ってるような筋肉痛に近いような、うん、こう伸ばせば伸ばすほどここ張って痛いですね。ここう何やろ、筋を伸ばした状態で曲げたりするとすごい痛いですね。怪我はこんな感じでした。でもちろんヘルメットもしてましたし、でカッパとか着てたんでね、まあ、結構重装備だったんで、まあ擦り傷、まあこの辺ですね。で僕手袋してなかったんですよ。通勤の時僕手袋してないんですよ、グローブを。でやっぱせんとダメですね。これグローブしとったらせめてここの傷はね防げたと思います。でひょっとしたらここもね手首まで行ってたら、グローブが破けただけで済んでたかもしれないですね。まあ、この辺本当僕が完全に悪いですね。でここからね、自転車の状況ですね。僕帰ってきてねもうそのままバーンって置いて全然見てないんですよ。だから今から僕も初めて見ますで、まあ何度も言ってますけども、そんなにスピード出ず砂利道に行ったので多分そこまで影響はないかと思いますけども、まあ、これからちょっとじっくり見ていこうかなと思います。はい、ではね自転車の状況を見ていきましょうか。左から行ったのでねもう泥だらけですね。左か、あやっぱここ傷入ってますね。もう一番ここが初っ端に当たったところだと思いますね。あでフレームの方はね多分なんともないと思います。多分そこまで、プレートがなんで、これ何なんすかね。これ本当はもうちょっとね当然こっちに行ってこんなフレームと重ならないんですよね、このプレート。これコンポさんのサインでございます。はい、まあ戻りましたで唯一大きな破損したのがここなんですよ。これ分かりますかね、リアライトのマウンドなんですけどもポッキリンコしましたね。はい、これがね折れた先っぽですね。
はい、リアマウントのところが完全に折れてしまいました。本当はこうついとったんですけどもね、はい、これですね、ここのジョイントを変えるだけでなんとかなりそうな感じですね。で、今日被ってたのがフレックスエアのヘルメットでございます。はい、で多分ここですね、なんか色がついてるな、ここだけですね。それ以外は特に、はい、何もなかったです。はい、ということで、まあこんな感じでございました。まあSTI もね、ひん曲がってないんでダメージはほぼほぼないと思います。であと、まあ僕のここの靭帯が伸びたぐらいですかね、まあ、靭帯というか腱なんか知らんですけど、まあ、ということでね、今回スピード出てなかったので、ね、運が良かったんですけども、まあ、これからより一層気をつけようかなと思いました。はい、ではね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。